ケビン・ストロートマンは、オランダ、南ホラント州、リデルケルク出身のサッカー選手。カリアリカルチョ所属。オランダ代表。ポジションは MF。2007年から、オランダのスパルタ・ロッテルダムのユースチームに所属し、2008年にトップチーム昇格した。2011年冬、FC ・ユトレヒトに移籍した。アヤックス・アムステルダム戦ではチームを勝利に導く、活躍を見せ、 2011年7月3日に PSV、アイントホーフェ編に移籍した。オランダ代表に選出される活躍から、マンチェスターユナイテッド FC や AC ミランなどの競合が獲得に興味を示していたが、2013年7月16日、PSV は AS ローマ移籍が合意したことを発表した。契約は5年間。背番号はアウダイールを称えて、 決番とされていた6番で波紋を呼んだ。シーズン開幕前の MLS オールスターとの親善試合で1ゴール1アシストを記録した。9月16日、パルマ戦で移籍後初ゴールを挙げた。このシーズンのセリエ A では、トリノ戦、アタランタ戦、ミラン戦、リボルノ戦でゴールを挙げた。2014年3月9日。 ナポリ戦で膝を負傷し、残りのシーズンと 2014FIFA ワールドカップを欠場した。11月9日、トリノ戦に84分から途中出場し8ヶ月ぶりに復帰した。12月7日、サッスオーロ戦で2014から15シーズン初めて先発出場した。2015年1月12日、ラツオとのローマダービーでは、フランチェスコトッティのゴールをアシストした。 2015年1月26日、アッコフフィオレンティーナ戦では膝を再び負傷し途中交代した。3日後、再び膝の手術を受けることになった。8月26日、未だ復帰できていなかった中で再び手術することになり、2015から16、シーズンの大半を欠場することとなった。2016年2月21日、パレルモ戦で復帰し、 シーズン初出場を果たした。5月2日、ジェノア戦でおよそ15ヶ月ぶりとなる先発出場を果たし、その試合はフル出場した。2015から16シーズンは2度の先発出場を含むリーグ戦5試合に出場した。5月14日、ミラン戦ではこのシーズン唯一のアシストを記録した。8月20日、2016から17。 シーズン開幕戦のウディネーゼ戦にキャプテンマークを巻いて出場した。第2節のカリアリ戦では2014年1月以来のゴールを挙げた。2017年5月29日、ローマと新たに5年契約を締結した。2018年8月28日、オリンピックマルセイユに完全移籍することが発表された。移籍金は2500万ユーロで、 契約期間は5年間。2021年1月13日、ジェノア CFC にレンタル移籍した。2021年7月3日、カリアリカルチョへのレンタル移籍が発表された。オランダ代表として、2011年2月9日、親善試合のオーストラリア代表戦でデビューを果たした。親善試合の6月4日のブラジル戦と6月8日の ウルグアイ戦にマルク・ファン・ボメルの代役として出場し、精度の高いフリーキックとパスを見せ監督の信頼に応えた。同年9月6日の UEFA ユーロ2012予選フィンランドでは、途中マルク・ファン・ボメルと接触した際に鼻血が出るアクシデントがあったものの、決勝点となる代表初得点を挙げた。ありがとうございます。